続いて、収録の方も開始します。一度マイクをオフにして、合図出しますので、喋り始め、またご案内しますね。では、よろしくお願いします。お願いします。5、4、3、2、1。片方のキックオフ、第2回目の放送が始まりました。第1回目では、私もちょっと緊張しておりまして、申し伝えたいこととかですね、だいぶ飛んでしまいましたので、ちょっとその辺も含めて、冒頭にお話しさせていただきます。まずこの番組を立ち上げることを、認めていただきました、FM 宜野湾の山内局長さん、そしてスタッフの皆さんには、感謝申し上げます。それを冒頭に言っておりませんでした。それとですね、メールアドレス。もう一度申し上げます。前回ちょっと間違ってたようなので、797@fmginoman.com ということでございます。そして、これを間違えると送信ができないという。正確に797@fmginoman.com。この番組は日曜日の午後12時半から30分間の放送となっております。よろしくお願いいたします。それで、審判資格、これを取った、きっかけをですね、ちょっと1回目ではお話ししてなかったかもしれないので、簡単に申し上げます。29歳頃なんですけれども、ちょっと体がですね、ぽっちゃりしてきまして、これちょっとまずいなということが、まず、そもそものきっかけです。それで、何か運動しなければ、ということで、いろいろ考えたところ、サッカーかラグビーしかないなと、屋外をこう走り回れるのですね。それで、それぞれの協会に問い合わせをして、で、最も、親切に説明をしていただいたのが、サッカー協会の方でした。ラグビーの方はちょっとハードルがちょっと高かったので、無理でしたね。で、そこから4級、3級、2級と取得していきました。ですので、もともと高校とか大学でサッカーをやっていたとか、クラブに入っていたっていうわけではなかったので、動機としてはちょっと外れた感じのスタートでした。ということでございます。で、前回こういったプロフィールを含めて、ご案内をいたしました。で、2回目、若干まだ本編へ入ることはないかもしれませんが、3回目以降からが、本格的にサッカーのルールを経験談等を交えながらお話ししていくことになります。それでですね、今回の2回目の目次としては、画面を出します。見ておりますか？はい、表示されてます。まず、競技規則とは何か。それで、2番目に競技規則の精神って何？3番目に審判員。で、雑談。次回の予告という順番になっています。で、初回でも、この1番と2番に関しては、大筋申し上げましたので、軽くおさらいという形で進めてまいります。で、まず、競技規則と言いますのが、英語だと、the laws of the game ということで、law というのは法律とか規則、こういった言葉で言いまして、で、the game、試合ということですね。それの試合の
法律規則ということで、訳されているようです。で、一応本編条文としては17条しかありません。で、その後に、付録としまして、審判員に対しての様々な、要求された、なんていうんですね、こうあってほしいとかですね、あとガイドライン、それと様々な、通達類の内容とか、あと、熱中症どうのこうの、細かい、内容が、サンプルとして書かれているものがございます。で、これを、ちょっと時間をかけて、皆様にお伝えしていこうと考えています。で、この競技規則と言いますのがですね、今年の改正で、なんていうの、名称がちょっと変わったようなんですね。日本語で訳されると、正式には競技規則と言うんですけれども、これからサッカーのルールという名称にどうも変わるようです。で、これも JFA の日本サッカー協会のホームページのところに審判という項目があるんですが、そこからも探せます。で、サッカーのルールという名称に、変更されるのか、成分かわからないんですけども、そうなるようですね。なので、固めの教育規則という言い方から、みんながよく使うルールという言葉になるようです。で、これは毎年、見直しをされています。IFAB という、FIFA とは違う組織なんですけれども、そこと、あと、サッカーの発祥したところの、4FA ですね、そこが、中心になって、改正するかどうかの、協議をしているようです。で、日本では毎年6月に、FIFA から来た、この IFAB から改正されたものがですね、日本のサッカー協会に届いて、そこで、私たちの各都道府県にまで流されていくわけですね、この改正内容が。で、まず3月頃に、大体世界の各加盟団体ですね、そこに通達が行きまして、で、一般的には日本の5月に、日本サッカー協会の名前で、47都道府県の協会に通達されます。で、大体今までですと、プロリーグ、J リーグが真っ先に適用されます。で、例年ですと6月に適用が始まるんですけれども、今年は、資料を見ると8月の5日から適用ということになりまして、で、あとは全国大会での決勝大会と呼ばれる、大会においては7月の23日からのようです。で、私たちの、草サッカーとかですね、俗に言う、2種、3種、4種、プロ以外のものに関しては、遅くとも、次年度開始までにしましょうと、利用しましょうというふうになっています。で、ここからはちょっと個人的な感想になるんですけれども、大会途中、に、古い規則、古いルールと、この新ルールというものが、カテゴリーとかによって適用するしないという非常に悩ましいことが毎年毎年起こってます。で、大会だと、じゃあ新ルールね。で、この大会だとまだ旧ルールということで、改正の中身が多い年なんかはすごくもう混乱してました。なので、法律のように何月何日から施行しますとか、もうはっきりすればいいんですけれども、その各連盟とかその大会とかによって任せられてしまうので、非常に辛いです。間違えて適用してしまうと、もうそれもそれで問題ですし、なので改正が、どうか少なく、あってほしいと
ということで、いつも毎年この時期になると、少なくあってほしいというのを願っておりました。今回に関しても、そんなに大きな改正はないんですけれどもね。昨年の通達で出されたものを、各17条のそれぞれの本文の中に明文化していこうというものが、多いので、そんなに比較的難しいことはないです。だから今年は助かったかなと、なんかちょっと言い方悪いですけれども、ほっとはしています。で、私たちも、新しいルールの伝達という研修会が間もなく始まります。で、それによってまた具体的な適用の仕方だろうか、解釈の仕方、それをまた情報を仕入れていますので、分かり次第、またこの番組の中でご案内できればと考えております。ですので、しばらくお待ちいただきたいということでお願いします。で、次にですね、教義の精神ということなんですけれども、前回1回目でも申し上げましたけれども、基本的に審判員が何に注意をして、試合を進めていくかということなんですけれども、競技者の安全がまず第一になります。選手の安全ですね。それと、公正公平にジャッジしていきましょうと。それと、試合が円満に快適に進めていけるようにしましょうということが、おおむね、こういうものであります。それでですね、審判員とは何かということなんですけれども、審判員というのは、この試合を、公正、中立に進めた結果、の、なんていうんでしょう、承認をすると言いましょうか。間違いなく正しく進められましたよっていうのを、証明するための存在です。で、基本的には、都道府県の、各所属の協会から派遣されるのが一般です。で、そこには、通常だいたい3人で、セットで、派遣されます。主審1人、副審2人。で、大きな大会になりますと、4人、第4の審判員までセットで、派遣される場合があります。またその大会の中身によっては、各チームから、呼びますというものもあります。大体は副審が各チームもしくは別な団体から、派遣されるという場合があります。で、それらの審判員と一緒になって、この試合を成立させます。で、審判員にとって大事なことなんですけれども、事前の準備ですね。まず、体力を求められますので、トレーニングは、必須です。で、これも公式な、トレーニングセンターと言いまして、そこで、定期的にやるものもありますけれども、仕事が、大変な方々は、各自で、ジョギングをしたり、様々なトレーニングをして、当日の試合に備えます。それと、ルールの確認、これも大事になってきます。ちょっと難しそうだなって、自分にはちょっと弱いなって自分に関しては、前日に、ルールを確認をして、間違えないように、臨みます。それと、当日に持っていく持ち物の確認ですね。これはもう絶対に、やらないと、当日忘れたらもう大変なことになりますので、例えば、主審の方が笛を持ってないとかですね、イエローカード、レッドカードを持ってないとか、で、現地に来ましたら本当大変なことになります。いかにカードを出さずにコントロールするかとか、そういう変なところに気を持っていってしまいますので、前の日にちゃんと準備をして、カバンに詰めて持っていくというふうなことをしていきます。で、試合当日なんですけれども、当然その体調が大事になってきますので、
健康な状態であることがまず第一です。で、ちょっと熱があるなとか、体調不良だなっていった場合には、まあ、できるだけ無理をせずに、担当者に連絡をして変えてもらうとかですね、最悪の場合はそうなりますけれども、まあ、万全であれば、その試合会場に、私の場合ですと、1時間半からだいたい2時間前には到着するようにしてます。というのは、まあ、交通の状況、渋滞とか、事故とか、様々な、原因で、会場に向かうのが遅れてしまうというと、その試合を開始できないことにもなりますので、いろんな方面に迷惑をかけますので、できるだけ、まあ、前もって到着するようにしてます。それで、現地に到着したら、まずそこの、当日の会場担当者のところに、出席言いましょうか、到着しましたよっていう、ことを伝えて、で、様々な説明を受けて、で、まあ、ミーティングをする時間、その他ですね、必要なことを確認してあります。そして、他の審判のメンバーも到着しましたら、まあ、お互いに今日はこうしましょうといった内容を話し合います。そして、ミーティングをですね、重ねて、試合の中で、こういった場合はこうしましょうっていうのを打ち合わせとしてやります。そして、当日も全体のミーティングですね、両チーム、本部、審判団を含めて終わりましたら、あと、フィールドのチェックですね。ゴールに破損がないかとか、あと、まあ、フィールド面に、まあ、破損、故障がないか、その他設置すべきものがない、ちゃんとなっているのかどうか、それを確認をして、で、また着替えに戻ります。で、試合が終わった後に関しては、まあ、反省会も場合によってはあります。で、こういった場面、何分でのこの場面どうだったのかとかですね。どういうこと、自分なりにこうでした、ああでしたっていうのを、その審判を評価するアセッサーという立場の方がいらっしゃいます。で、その方と、まあ、一問一答とか、もしくはまあディスカッション形式ですね、言い合って、まあ、評価される場合もあります。で、その方が来ない試合もあります。ということで、また個人的に反省をしています。で、自分の場合は、反省ノートっていうのを一応作ってるんですね。で、今日の試合で様々なことをノートに書いて、それで、次の試合に向けての課題とかですね、それを書いたりしています。まあ、内容に関してはちょっと具体的なことも書いてあるので、お見せはできないんですけれども、まあ自分なりの、どっちが次の試合にも活かせるように、ミスをできるだけ少なくするようにしていきます。で、雑談ということで、4番目に入っていきます。審判員の着用するウェアなんですけれども、まあ、基本的にメーカーは問われません。ただ、多くの審判員の中の多分、6割以上だと、まあ、推測されるんですけれども、アディダスというメーカーの審判着を着用している方が多いです。で、また大会によっては、このメーカーの衣類、ウェアをしてくださいっていうのがあります。例えば、まあ、高校サッカーですね。全国の高校サッカー選手権、冬にありますけれども、そこは今、従来だとプーマがスポンサーだったんですが、今はですね、変わりまして、ちょっと一瞬今名前忘れてしまいました。ちょっと別なメーカーがスポンサーになって、そのサプライしたウェアを着てやってる。一瞬ちょっと忘れてたので、ね、ちょっと次回思い出したものをちょっとメモしておいて、対応します。で、私もちょっと当時プーマの協賛してた、その特別な、行事で、上下一式とスパイクいただいたことがございます。
ということで、あとですね、審判の小道具としては、まあ、さっきも言いました、主審は、まあ、笛、あと、レッドカード、イエローカードですね。そういったものを持っていくと。で、あと、大事な、このトス用のコイン。どちらが、まあ、先に、ボール、キックオフをするのか、まあ、エンド、どちらかどちらを攻めるかですね。それを決めるためのコインですけれども、これは必ず、主審がコイントスをするようにっていうのがもう明確に規定されてしまいました。今までセレモニーとかで、例えば、まあ、市長さんがやりましょうとか、例えば有名人が来たら、それをやってもらおうとかあったんですけれども、必ず主審がやるというふうに規定されました。それとあと、試合の記録ですね。それをつける、記録カード。それとまあ、人によっては、その記録カードを収納するカードケース。それと、筆記用具。まあ、よくゲームセンターとかであるようなゴルフ場とかですね。それの、鉛筆が、まあ、一般的には使われています。まあ、ボールペン使う方もいらっしゃるかもしれません。で、あとはですね、時計を2個、腕に装着します。これはですね、ランニングタイムのままの時計と、何かがあったとき、プレーが停止されたときに、同時にその時計を止める用の時計もあります。で、それの差で、アディショナルタイムということで、時間をこう、計測していきます。そのために2つつけてます。だから海外の時計とか、まあ、日本でもあるんですけども、1つの時計で2つ提示できるものもあります。ただ、日本の場合では、あまり1個だと、いい印象を持たれない。なので、一応2つつけるようにはしてます。ただ、スペインとか海外行くと、もう1個だけこう、つけてる、方が、まあ、多いです。ちょっと時間も少なくなってきましたので、あとですね、その審判員のこう階級を示すワッペンもあります。で、あとですね、右手の腕の方にリスペクトワッペンというものをつけることになっておりまして、それも装着します。で、あと空気入れですね。あと空気圧計。あとで会場によっては、非常にずさんな設備になっていると言っては失礼ですけれども、そういう会場もありますので、ゴールネットが穴開いてると。そうすると非常に危険です。得点かどうかが分かりづらい。ということで、ビニール紐を持って行ったりします。それがないと、本当に会場によってはすごい古い、もうボロボロのゴールネットがある会場もあります。なので、まあ、J リーグでもね、得点を認めない場面がたまにこう出てきます。入ったか入らないかわかんない。ということがありますので、まあ、あちらは VAR があるので、まあ、いろいろとサポートあるんですけど、我々のレベルではそれがないので、しっかりその、ゴールポストとバーにちゃんとこうネットがこう、結ばれてて、3分前です。外からこう、内側に入るとか、内側から外へボールが抜けるとかが、ほぼ絶対にないように、そういう意味で、まあ、そういうビニール紐を持っていく。で、最後に審判資格を取るにはですが、それは各都道府県のサッカー協会の方で、審判講習会というものを開催しております。ですので、各都道府県で、ホームページ、もしくは電話にて確認をして、審判資格を取りたいんですけれども、という形でご相談をしてみてください。で、次回ですけれども、審判員の活動の更新について、まあ、審判の楽しさを知ろう。それと、ようやく第1条、競技のフィールドに入っていきます。で、今この図にも競技のフィールドって書いてあります。競技のフィールドって何なんだろう。何を言ってるのか、どこなのか、というのを次回はお話ししたいと考えております。それとまあ時間があれば雑談までいきます。ということで、駆け足になりましたけれども、本日第2回目ですけれども、最初の1回目のちょっと復習という形を前段にとっていきまして、それと競技規則の様々な内容改定ですね。それと、審判の道具に関して、ちょっと次回は道具もちょっと見せてみたいなと思うんですけれども、まあ、映像に映るかどうかわかりませんが、一応お話ししてみます。
それでは、次回第3回目からは、おそらく本格的な内容になるかと存じますので、またよろしくお願いします。で、最後にこの放送は、リスンラジオ、あとマイチューナーラジオというアプリでも聞けますので、ぜひ耳だけでもお聞きいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。では失礼いたします。どうもお疲れ様でした。ありありがとうございます。がとうございます。では動画の方も一度見ますね。